これね、下どうやって下向くの、どうやって下向くの、よし行け、着いた。そしてチタン鉱石がありました。はい、どうもバンブーです。普段はシミュレーションゲームの配信をしております。この動画はその配信を見やすく編集したものになっております。ということで本編どうぞ。はい、ということで今日はダイソンスフィアプログラムをやっていきたいなと思います。前回はチタンを探して新しい星にやってまいりましたが、何も見つかりませんでしたというところで終わっております。はい、なので今日こそはチタンを見つけたいなと思っております。ちなみに次行きたいなって思ってるところが、これここがね、このチェペイ3世かな、これチェペイ3世が私の母星なんですよね。で今いるのがこのチェペイ1世で、試しに行ってみたいのがこのチェペイ4世なんですよ。ここここをめがけて宇宙旅行をしたいなと思っております。じゃあ早速飛び立ちましょうか。始まるぜ、また俺たちの宇宙旅行がよ。かっこいいな、太陽が、太陽って名前じゃないけど、チェペイ4世はどこにあるんでしょうか。ここからは肉眼では確認できませんね。行きましょう。こんな星にいてもどうしようもないんで、まだ燃料は結構、ね、手持ちであるから意外と大丈夫だとは思ってる。さあ行きます。あ、ここか、違うな、 21.72 光年はクソ遠いな。これ星基本的にどこでも行けるのでは。まあいい、行こう、発射よ。あの夕日に向かってさあ行くぞ。おー、さあ宇宙に出ました。まだ出てないな。あ、出た、宇宙出たわ。あ、宇宙出たけどあれだ、周回軌道してる今。高度も別に下がってないから、ちょっと待って、燃料めっちゃ使ってる。あ、ダメだダメだ、スピード上げなきゃダメだ、スピード上げないと重力圏から離脱できない。よーし行け。ふう、重力圏から出ました。で、ちなみに今行きたいところは、あ、すいません、行きたいところ見せてください。今ここにおりまして、どっちに向かっていけばいいんでしょうか。こっちだな、こっちに向かっていきます。どっち、待って、まず母星狙う。あ、あった、チェペイ4世見っけた、近づいてる、ちょっとずつ、ほらちょっとずつ近づいてる。これ au ってどんな単位なんだろうな、ちょっとスピード上げるわ。で、あまり使いすぎると方向転換すらできなくなるから、ちょっとこの辺で一回止めます。2.3au ってどんな単位なんだろう、ちょっと調べよう。距離au 調べるわ。1天文単位らしい、 au っていうのは1億4959万7871km のことを1天文単位、いわゆる 1au と、呼ばれるらしいんで、むちゃくちゃ遠いっていうのが分かります。すごく遠いです。ものすごい距離の旅をしております。今来た、セフェイ4世もう近いぞ。ちょっとずつこう軌道を修正しながら、氷の星っぽいんだよなここ。でも氷の星ってことはチタンあるでしょう。うわ、かっこいい、なにこれ。どうだ、いい感じか。あ、あれスペースか。え、これね、下どうやって下向くの、どうやって下向くの、よし行け、着いた。そしてチタン鉱石がありました。やったよみんな。人類はまた新たな一歩を、かっこよすぎる。何もないかと思ってたけど水もあるんじゃない。ほらチタン鉱脈もある。ここは鉄もあるし、銅も少ないけどあるし、シリコンもある、チタンがめちゃくちゃ置いてある、石もあるし、なんなら石炭もある。え、すごいいいじゃんここ。おお、これが幻のチタン鉱脈か。せっかくだから採掘機置くか、この辺に置くか一個。よっしゃ、さあ電気をどうするか。電気をちょっといろいろ持ってきすぎてんな。テスラタワーは持ってる、
ただ発電施設がないんだよ。太陽光発電かなんかさせるか、いや風力かな、どっちの方が良かったかな。風力発電効率 70% 太陽光発電効率 70%、 まあ両方あまり良くないね。でも風力タービンじゃねえかな、ここは。よーし、人類のまた新たな一歩。とにかくチタンを掘らせよう。とにかく掘ったものをまず出して貯めとくか、考える間貯めておこう。チタンはどうやって作るかっていうと、俺が今作りたいのはこのチタン結晶なんですよ。でチタン結晶を作るのにこのチタンインゴットを作らなきゃいけなくって、でチタンインゴットを作るのに今このチタン鉱石を掘っているっていう感じなの でチタンインゴットからチタン結晶にするにはこの有機結晶が必要になっちゃうんだよね。だから母星に持って帰らないといけないんだ。これ母星に持って帰ります。有機結晶、有機結晶じゃない、チタンインゴットか。だからとにかくチタンを作らせるか。よいしょ、来ました。これで僕たちもチタンインゴットが作れるようになりました。こりゃ忙しくなるぞ。もう掘り尽くせ。こんな星どうなってもよい、掘り尽くせ。全部俺のものだ。やべ、電気不足が起きてる。やばい、電気不足が起きてます。電力供給率が 30% です。事件、大事件。風力発電で何とかしましょう。足りてくれ、頼む電気。何とかお願いだ。いや圧巻だね、ほらちょっと気持ち悪いけど圧巻だねこれ。あ、一応供給率 100% になったね。さあ明らかにね、明らかに掘ってる量が多いんですよ。明らかに掘ってる量が多いんで、チタンインゴット増産体制入ります。こうしてで精錬所が足りない。精錬所が作れない。何が足りないんだ、これ銅が足りないな。みんな銅がない。どうしよう、銅がない。今ダジャレじゃないよ、どっかにでもね銅あるはずなんだよ。ここだ、今俺どこにいんだ、真裏ここか。いや遠いな、すげえ遠いな。でもいや取りに行くしかないな、これあれだね、こう下の方にこの直線上に行けばどう見っかるわ。4個の鉱脈しかないけど、これちょっと見つけに行こう。あれこっちの方のはずなんだけどな。あれだいぶずれてんな。こっちの方向だいぶずれちゃってた。よし到着した。これが多分星の銅鉱石すべてだ。この星の銅すべてがここに眠ってる。もう頼みの綱この銅が。あーでもそっか、精錬機作るのに俺今銅が足りないから、結局のところまずは自分で組み上げなきゃいけないんだ、自分で精錬しなきゃいけないんだ。これとりあえず銅鉱石を今ゲットしたので、精錬所が作れないな。精錬所が作れないな。石もあるし、石たくさん持ってきてるし、鉄板も、鉄板がない。石も鉄板もないんだ、これ事件だ。鉄板も探しに行かないと。もうでも採掘機もないから、とにかく俺が自分で掘って自分で作んなきゃダメだ。ね、鉄はどこ？鉄は近くにあるな。ちょ、こっちに戻るか。自分のとこ戻ろう。さあ、大慌てで鉄鉱石掘りに行きましょう。これは、これは楽しいけど、やってきたことが今無に返ってる気がするな。大慌てで、あれだ、採掘機を作って、採掘機でやんないとまずい、これは。精錬自体はもう自分でやってもいいから。採掘機は必要な気がする。あ、もう採掘機作れるね。これ作ろう早く。お、採掘機できたね。採掘機できてる。採掘機1個ここに置きます。ここだな。ふう、やばかったぜ。
でまず鉄板作んないとダメだね。まず鉄板な気がする。2個使おうかな結局なんかこっちにもそれなりに工場作っちゃう感じになるぞ。ここは鉄板作らせます。よし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 、これでとりあえず鉄板工場作れました。なんかいろいろ作っちゃうな結局。でもここの星だと石油が結局取れないから、やっぱり母星に持ち帰るしかないんだよな。よし、今度じゃあまたあそこ行こう。銅板のところ行こう。ここでまた銅板工場を作ります。こうと、ストレージに入れますよと。待てよ、これさ、なんだっけ、ベルトコンベアいっぱい持ってきてるのね。だから向こうに持ってくるようにしちゃおうか。その方がいいな。さあじゃあ向こうに持ってこう。あれ合ってるかな、これ持ってく方向こっちで合ってるかな。合ってんな。ちょっと大慌てで持っていきます。でここにストレージを置くと、でソーターをピタッと。よし、これでここに銅が到着する。え、どうやって本部の星に運ぶか。そりゃ手運びよ持ち込みで運びます。チタンをどうやって母星に持っていくかというと、手で運びます。よいしょこんなにいる、こんなにいるかな。いや、いるね、絶対いる。ソーターをここに、つけまして、もう全力でチタン生産します。で、お土産をいっぱい持って帰ろう。母星に、母星のみんなに知らせよう。あの星俺一人だけだったけど、みんなこんなにチタン持って帰ってきたよって母星のみんなにお知らせしなきゃ。いけ、始まった生産が始まった。奥まで行くかな。奥まで行かないな。結構生産早くね。いや、電気は本格的に足りないよ。今供給率 50%、 この倍にしなきゃいけない何が足りない、磁石が足りない。ちょっと待って、磁石が足りないってなると俺どうしようもないんじゃないこれ。いや、なんとかなる。これ磁石ちょっとたくさん作っとこう。まあでも、いや、この勢いでチタン作られてればさ、文句ないよな。これ母星に持って帰ったら結構喜ばれる量だよ。パンパンまで生きてるけど、これなんとか。いやでも待ってよ、ちょっとでもチタン持って帰って黄色のスフィアを作り始めて研究を見よう。なんかさ、星間移動みたいなのないかな。あ、ここだ、星間送電、星間物流システム。ほら、これ黄色120個作れればいけんだよ。そのためにはここ公共のチタン合金が作れるようにならなきゃいけなくて、だからここを早く行こう。青函物流システムさえ開放してしまえば、俺は別にこっちに来る必要はないからね。ここだ、狙うはここだと思う。巨大ガス惑星の採掘、これお隣の星、これで開発できるようになるぞ多分。ちょっとできるだけ、なるだけ持ってる風力タービン置いて、でチタン持って帰ろう。このままどう？あ、100% になったね、供給率。まあ割としょうもない資材たち置いていこう。でこの燃料棒だけは俺の心臓だからさ、これは取っといて、プラスチックとかはもう置いてっていい、こんなんいらない。またこっち来た時に助けられるだろう、この資材たちに。スタックをまとめて移動、すべてのアイテムを移動、コントロール。おお、まだ持てる、まだ持てるわ。ちょっとまだ持てるんだったら俺まだ出発したくねえな。これ銅鉱石どうよ。あ、今ダジャレじゃないよもうこれ銅の話するために毎回言わなきゃいけなくなっちゃうな。よし、たくさんのチタンを獲得しました。僕はほら、母星に持って帰ろう。みんなへのお土産にしよう、このチタンを。じゃあみんな故郷に帰ろうじゃないか。故郷に、僕の故郷。あった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 。 2.85au、 2分13秒で到着したいです。シフェイ3世どこだ。日の出を待った方がいいのか、太陽の方だろう。
太陽の方だから日の出を待ってから発射した方がいいな。ちなみに自転周期630秒、待ってらんねえな待ってらんねえな飛んじゃうか。ん、電気大丈夫だ。なぜならこれ原料がいらない電気だからちょっと足りなくても動く。 100% にする必要はない。ちょっと生産の能力が落ちるだけ。時間が解決する。見えた、ゼータシフェイ一世。あ、違う、一世じゃない。行け、離脱しろ離脱しろ。飛んだ。あそこか、シフェイ二世、あそこだね。行け、キーンいやー、高校速度何キロまで行くか。いやー、570キロぐらいでちょっとやめとくか。570メーターか。あそこのガス惑星にさえ到着しちまえば母星まではもうあと目と鼻の先だから。いやー、かっこいいな。さらばだシェフィ3世、いや4世か。多いな、だいぶ大きく見えてきました、あの最寄りのガス惑星が。あ、見えた見えた見えた、俺の星が見えた。俺の星だ、あれが、あれが俺の星だ帰ってきたぞ。やばいやばい、引かれてる引かれてる引かれてる、あそこにあのガス惑星にすげえ引かれた今。帰ってきたぞー、シュートー。帰ってきたけど、これ今どこ、僕今どこにいるんでしょうか。あ、近いね近いね近いね、こっちだ。あ、みんな帰ってきた久しぶりだ、久方ぶりの自分の星。元気になってたかみんな。なんか動いてるようで安心したよ、どこもかしこもこいつの生産能力が低すぎるよ。もう全然作れてないじゃん雪結晶。いや、いやそれでもいい、だがそれでいい。なぜなら僕はまたこの星の地面を踏んでいるからだ踏んでいるからだ。どう、ダイヤモンドはどう。あ、パンパンだダイヤモンドパンパンだ、いろいろパンパンだ。おおめっちゃチタンあるじゃん。有機結晶よりチタンの方が多いよ。こんなもんかしら。よしよし、であとは電気さえあれば、電気さえあれば大丈夫ですね。これで有機結晶の生産量が2.5 倍になりました。で、ここまでできて何が作れるかっていうと、やっとここでチタン結晶なんですね。組み立て機を使ってチタン結晶を作るらしい。で、チタン結晶までできたらやっと構造マトリックスができますあともう少しだということで最後までご視聴ありがとうございました。動画が面白かったら動画の高評価、チャンネル登録をお願いします。あとツイッターで配信の告知などを行っております。概要欄に URL がありますので、そちらからフォローお願いします。以上、お疲れ様でした。この動画はご覧の方々の提供でお送りしました。